から稲妻の姿の彩り。あれ、オイラの気のせいか？気のせいじゃありません。私は飛雲商以前機関機関の発明者が飛雲商会まで聞いたところによると、姿の彩り祭でも機関機関の点。じゃあそのボッチャマ。ボッチャマはなあ、ゆくあきが座ったまま。おや、旅人にパイモン、君たちも稲妻を訪れてきたの？オイラたちは客じゃなくて。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね。そうだ、島に上陸したら勘定奉行にし、ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかった。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。この前手に入れた物語？港口の層。離島で姿の彩り祭のために他その物語を見つけて、そいつに渡せばモデルとして絵の中に描く。待てよ、それって。でもこの一瞬で他に思いつかない。それってまさか。はっ、本当かい？それはよかった。実は以前から白亜先生が、だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に、せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらな。安心しろ、ゆくあき。それにもうオイラたちも。君たちも知っていたの？正直なところリーウェでは全く人気が出なく、白亜先生は絵の腕もさることながら、僕の見解だが、あの挿絵には迷いが。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。はあ、アルベドのおかげで行く秋の注意をそらせたな。やあ、旅人にパイモン。白亜先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。いえ、お会いできたのに失明で呼ばせるのは失礼。なら君も僕を。いえ、そんな。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこアルベドだけじゃないぞ、オイラたちも。まったく、君たち二人も。そうだ、先ほど不当で創作大創作。ほら、五箇線物語が書かれた紙切れを探す。物語は大体把握したよ。それならよかった。だけどこの物語、もしみんな時間があるなら。う、それあ、ゆくあきは。いや、なんでもない。食事といえば志村屋のうな茶漬けが。と志村屋か。だけど今日は風が強いからね。ああ、僕は荷物を置いてくるから、後で雨遊亭で会おう。ふん、やはり。うえ、そんな、オイラ結構うまくやれたと。いや、パイモン、君のことじゃない。ゆくあきが怪しい。パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。合わせて読む？水光は酔っ払って眠ったせいで葵の沖縄の歌を泣く。これってまさか今日の物語は。そんなはずないだろう。実はそれも疑わしい点なんだ。それに僕が風が強いことを理由に場所を変え。それってつまり本当はもっと前に。ああ、僕はそう考え。でも行く秋が犯人なわけないよな。落ち着くんだパイモン。僕は行く秋と初めて会ったが、きっと事情があるんだろう。行く秋、今はまだわからない。だけど幽亭は屋内真相を明らかにするためにも、とりあえずうい。
周囲に怪しい人物は見当たらないね。どうし、まず行く秋が本当に他の人たちより彼が来ないうちに、まずは僕は小説と差し、もし彼が本当に、そういえば行く秋が本当にそう言っていたのかい。姿の彩り剤の最終段階で行われる新刊即売会。ああ、なんと言っても先行、以前も陳玉先生のサインを見たことがあるけど、即売会当日は先生も現地にいらし、ああ、おいらの聞き間違いじゃないよ。お客さん、注文はどうした？大将、今日のおすすめ料。そりゃあもちろん、取り立ての海鮮さ。昨日までは。ああ、さっきもリーユエからのお客。なんだか役に。実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮。ならよかったぜ。この機会に何か聞き出せないか。そうだな。実を言うと、海では毎日が同じだから、稲妻の近くまで来たとき、ただ船が進むのがあまりにも遅い。この話も疑う。あ、そっか。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。ところでアルベド、僕の小説はリーユエではあまり、でも君の挿絵はいつもそのショーで一番重要な場面を選んでくれている。ありがとう。だけど今回の挿絵は、娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、だけどあのシーンは世界の変化を見せるもの。怪しいところは何もなかった。いや、行く秋は今確かにほころびを見せたよ。行く秋、僕たちから一つ、とても。どうしたんだい、二人とも改まって。ん、それは一体。行く秋、実はオイラたち天使から。それに陳州集権録の新刊は姿の彩り祭で発。ゆくあき、お前何か危ないことに遭遇して。いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせ、少し用事があって。あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい。俺、銀よやっここに天守秘蔵の長年熟成した。そんな。それはどうかな。さっき九条さらに会ったんだけど、陳州集権録を盗ん。あれれ、まずい、天領奉行が捕まえた犯人という名前までは言ってなかったけど、九条さらがその人を。みんな悪いけど説明している暇。待ってくれ、小野寺さんは無実。そちらは陳州集権録の作者のようだな。とにかく連れて行かないでくれ。陳玉先生、ご心配な。そうだ、ちょうどこ、はあ、いや、よくない、それって。正確に言えば犯人逃亡を。なんだか行く秋がショックを、はあ、恥ずかしい限りだけど。実際。いえ、陳玉先生、この件は全て私のせ。今回の姿の彩り祭で、これは私が八重堂に入ってから初めてまか。ですが、作者の先生方と相談する前に。率直に言えば、僕は書道が得意でなく。陳玉先生はとても困っていましたが、この企画が私にとって。ここ数日先生はひたすら字を書く練習をされていました。そこで考えたんです。新刊を完璧な計画だと思ったのですが、まさかこん。それに加えて私もここ数日ちょうど休みをいた。はあ、私はこの企画を通して。小野寺さん、僕も似たようなものだ。それにそもそも小野寺さんは以前八重堂でのイベントで、当時の僕は丸一日かけて。けど今考えてみると。まあまあ、二人ともそんなしょんぼりしないで。そうだぞ小野寺さん、
小説風。わかりました。じゃあオイラたちもリト。おや、小野寺さん、どうしてここ。本当にすみません、皆さんにご迷惑を。はあ、ま、どうしてもっと早くそれを言わなかったのですか。そうよ、みんなで一つのチームなん。まあ、今はそれよりも陳玉先生のサインについて。実はあまり楽観的ではいられない。ここ数日よど通りでずっと行く。わかりました、村田さん、後で八重堂に戻って新谷さんを呼び。はい主任、実は私の。それは願ったり叶ったりです。それを聞いて私も一つ思い出しました。今日なんだか大変。新玉先生ご心配なく。小説と書道は全く別物。結局行く秋はしばらくサインから。以前は僕も一人で研究拠点にいるの。重要な情報を提供してくれた謎の人物にも。それって五花仙物語を。君たち何の話だ。そっか、行く秋にはあま。なるほど。となるとアルベド、君に一つ頼みたいんだが、今日の件が何とか解決できたのか。あ、いいよ。肖像画の統一。その影こそ葵の大きな。全ては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなはやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか。ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。アルベドって本当にすごいよな。行く秋は雨遊亭で特訓してるみたいだ。おーい、物語を書いた人。行く秋はオイラたちの。お、猫か。もう遅くなってきたし、オイラたちも。
行くぞ。呪言直布、律令、呪言、律令。無駄だ。敵率前進。来い。はっ。呪言、直布、無限化。風を知れ。新天道地。呪言、具現化せ。風の行く先を行こう。ここだ。揺らぐこと。はい。律令、直布。
律令直府呪言へきりつ先陣揺らぐことなし。いざへきりつ先陣揺らぐことなし。先陣